どうも、ふみやです。今回は手作りキットなどを販売しているアーバンオーレエコパークさんのマイチョップスティックキット、こちらを作ってみーちゃんにプレゼントしてみようと思います。では早速作っていきましょう。この商品がですね、お値段が2000円ほどでした。中身はこちら、お箸の元となる木ですね、小さく切ってあります。こちらが2本と、こちらは箸置き、お箸の木がですね、多毛材と呼ばれるものですね。サイズとしては21センチで幅1センチとなっています。あとはサンドペーパーが3枚、150、240、400、仕上げの蜜蝋ですね、こちらが入っていて、あとはクロスが2枚入っているという形になっています。こちらが蜜蝋、こちらが箸置き、こちらがクロス2枚ですね、2枚とサンドペーパーの150が1枚、240が1枚と400が1枚という形になってます。ウッドクラフト初心者なんですけれども、初心者にも分かりやすいようにこちらの方に作り方が記載されてます。ハウトゥー、工程としては4つですね。で、仕上げとしては蜜蝋でオイル仕上げになるんですけれども、今回は少しアレンジを加えてウレタン塗装をして、その後に蜜蝋を塗って仕上げたいと思います。で、手順ですね、分かりやすく絵でも描かれていて、まず削って磨いて塗り込んで拭いて完成という形で簡単に描かれています。では早速1番のですね、削る工程ですね。こちらは今回はオルファのカッターを買ってきたので、こちらで削っていきたいと思います。工程細かく見てみるとですね、作りたい形の下絵を描いて、下絵のラインに沿ってカッターや小刀で希望の形になるまで削りましょうと書かれていますので、ちょっと下絵をまず描いていきます。はい、ということでですね、下絵を描きました。こんな感じですね。では次は削る工程に入ります。ということで、カッターで削る工程が終わりまして、このようにお箸の形になりました。ただこのままだと表面が見づらいですが、デコボコしている状態なので、ヤスリの粗い方から細かい方に削って形を整えていきます。
はい。ということで、こちらがヤスリがかけ終わった箸になります。だいぶ滑らかになっています。ヤスリをかけたことによって削った時の凸凹がなくなって肌触りが非常に良くなっています。ここに今回はこちらですね、水性工芸漆、水性ウレタン塗料ですね。こちらは食品衛生法適合した商品となっています。ベースはこちらの鎌倉赤ですね。こちらの色で塗っていきたいと思います。塗り方は3回以上薄く重ねて塗るというふうに書かれているので、全体を3回塗ってみて状態を見てやってみたいと思います。1回ずつですね、塗った後はこちらに刺して乾かしていきます。だいたい乾かす時間は重ね塗りで約4時間というふうに書かれてるんで、作業としてはそれなりに時間がかかりそうですが、頑張ってやってみます。でベースのこちらの色塗り終わった後に、こちらの同じ黄色ですね、こちらをマスキングテープでラインを作って塗っていきたいと思ってます。では早速こちらを塗っていきます。はい、ということでまずは鎌倉赤、赤色のベースの色が塗り終わりました。数日間乾かしたのでかなりですね、ツヤが出て手にくっつくこともないですね。で、こっからですね、マスキングテープ貼っていって黄色のラインを引くところですね。今回3本ラインを作るので、こちらをマスキングテープで決めていきます。ということでラインを巻き終わりました。若干位置がずれてるかもしれないんですけど、これも手作りならではということで、このまま黄色塗っていきます。はい、ということでこちら模様のラインが塗り終わりました。で最後の仕上げとしてですね、蜜蝋を塗り込んでいきたいと思います。ということでお箸が出来上がりました。ではですね、早速みーちゃんにプレゼントしようと思います。はい、どうぞ。ありがとうございます。あげます。すごい、はい、どうですか。かわいいラインが入ってて、ありがとう。大切に使える。はい、めっちゃかわいい。使い心地はどう。良さそう。良い。ゆかりさん、すごい、私の手に馴染む。はい、ということで喜んでもらえたみたいです。あ、喜んでる。ありがとう。ちなみにですね、今回作るのにかかった時間なんですけど、塗装で乾かす時間なども含めるとトータルで 2,30 時間ぐらいかかったかなと思いますが、喜んでもらえたので良かったです。ありがとう。はい、また気が向いたらなんか作ります。ではまた。